ちょっと今日は朝も配信をしたんですけど、夜も配信をしたいなって思って、皆さんに予告、まあいやしてたんですけど、ちょっと遅くなった。本当は8時にしたかったけど、まあしょうがないよね。アイスありがとうございます。アイス、つ、わあすごいアイスだ、ありがとうございます、嬉しい。あ、書かなきゃ。アイスありがとう皆様。わあ盛りだくさん。パパ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 、かわいい絵文字があった。あ、なんだこれだけ。これだけとか言っちゃいけない。ちょっと待ってね。よいしょっと、よいしょ、よいしょ。うわー、もういいや。背景がにぎやか。それな、なんか知らない間に T シャツ増えてる。知らない間になんか後ろに T シャツあるんだけど、どういうこと。今日の夕食はね、親子丼でした。ついさっき食べました。とてもお腹いっぱい、お腹いっぱいだよ。アイスなんか食べれない。もう嫌がらせ。誰が飾り付けしてるの。え、誰だろう、わかんない。お父さんかお母さんのどっちかなんですよね。どっちだろう。でも今日もしょうがなくアイスを食べます。なんか今ぜ、下でお母さんがアイス持ってくる音がする。わっわっ、アイスが来る。みんな助けて、食べて、みんな食べて、みんな食べてください。嬉しくないよ。いや本当にね、本当に嬉しくない。どっちも気分じゃな。こっち何？どうしよう。
ださい。え、どうしよう、こっちにする。なんか、え、やだ、知らない。アイス選んでる間にタワー来てたの気づかなかった。ありがとうございます、メガネさん。いつの間にかタワーが来ててびっくりした。ありがとうございます、とっても嬉しい。びっくりギョン、びっくりギョン。今日はこちら、渦巻きソフト。きっちい、結構きつい。なんでこんなに私は毎日バニラアイスを食べてるのか。にゃっ、そう、これはまだミニだから、ミニサイズだから全然いいけど、うん、大きかったら無理。いただきます。スターカップって書いてある。まあ美味しい、美味しい、美味しいのはもちろんだけど、お腹いっぱいなんだよ本当に。うん、違う、カップのバニラとこれで洗濯ができてんだけど、カップのバニラは昨日も一昨日も食べてたからこれにした。カップじゃなくてコーンにした。コーンっていうほどコーンじゃないけどね。つけるわけないじゃん。っていうかめっちゃ唇についてんだけど、うん、唇が白い。違う、大盛りじゃない、全然普通盛り、中盛り、並盛りだけど、さっき食べてきたばっかだったから本当にお腹がいっぱい。うっそだ、増えないでしょ。ねえ、もったいないじゃん。っていうかめっちゃ口紅についてる。さっきから口紅ついてるからいいじゃん、もう。え、何が違うの？唇もあざといでしょ、ことくん。はい、つけたよ。ねえ、もうつけたって。偉い私。え、押してください。逆にありがとうございます。ねえ、冷たいんだけど鼻が。
って見たって分かんないか、ごめん。なんで？やばい、鼻かきそうになった。なんかついてたから。食いしん坊じゃない。取っていい？うるさいな、お父さんたら。ちょっと静かにしてよ。今下から笑い声聞こえた。これ見て笑ってるんじゃないでしょ。多分テレビだと思う。ちょっと肌荒れするから撮るね。スクショできた。しなくていいよね。クショできた？じゃあ撮りますね。いくよ。あーって言わないでよ。初見さん、アイスありがとう。もう大変。なんで私はこんなにアイスを食べなきゃいけないんだろうか。いや、なんか小さい頃は小さい頃はね、毎日アイス食べれるような感じだったのだけど、もう大人になるにつれてアイスを毎日食べなくなって、で今ここ最近は全然アイスを食べないんです。ここ最近っていうか本当に食べなくて、気分なんですよ。だから本当にね、こんなに毎日アイスを食べることが久しぶりすぎてきついっす。
腹いっぱい。ちょっと喉乾いた。いや最近さ喉乾くんだよね。アイスありがとう、アイスありがとうって言っても、NCT48 メンバー、アイスアイスアイス、何アイス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 、アイス達成ポイント上位にいるね。まあ私は頑張ってるから上位を狙ってるんですけど、だからこんなにね、こんなにって言ってもまだ3日目だけどアイスを食べてるんです、頑張って。上位狙ってるに決まってんじゃん、何よ何よ。なんかイベント最近頑張るようになってきた、頑張ることには意味がある。アイスありがとう。違うよ、私は上位を狙いたいから頑張ってアイスを食べているの、みんな分かって。あーお腹いっぱい、やべ。たったの一人やんけ。まあでもフォローしてくれた時嬉しいです、ありがとうございます。あざとくなくない？私がやったらあざとくないんだけど、私はね向いてない。本当にきつきつい、とてもきつい。アイスありがとうございます。わあバニラで溢れかえってる、とても嬉しい、ありがとうございます。お腹いっぱいだよ、だってさっきお夜ご飯食べたばっかだった、しかも結構量ある。いじめ？お母さん私のことをいじめてる。親子ドーン。本当だよ、私マジで太る、イベントにこんな頑張って太ったらどうすんねん。いや本当にマジで太ってると思う、やばい、増加中、体重やべえ。いやでもね、でもね、でも今日めっちゃ動いたから、めっちゃ動いたから多分ゼロカロリー。大丈夫、今日めっちゃ動いた。
ちょっと待ってて。ただいま。やばい。でもさ、思ったけどさ、体重より体型の方が大事じゃない？私思った、おぉ思ったんだ。違うよ、体重なんか測ってきてない。ねえ、ちゃうよ、これお姉ちゃんのコップだよ。ねえ、私ちゃんと印あるじゃん。なんで私お姉ちゃんのコップで飲まなきゃいけないの？お姉ちゃん今いないし。やだー、お姉ちゃんこうやって飲もう。私本当に家族でも口づけとかやなんですよ。一緒のコップ使ったり本当に無理。もちろん無理だよ、パパのコップなんか。もちの論で無理、とても無理、何が何でも無理。お母さんはちょっと許せる。え、洗濯物も嫌だよ、めっちゃ嫌だ、本当に嫌です。お母さんと一緒に洗濯したい。だっていい匂いにしてくれないんだもん。お母さんと一緒に洗った方がいい匂いなんだもん。なんでだろう、お父さんあのちょっと匂いがあれなのかな。え、やだ、え本当にやだ、ちょっと待って、やだ、え、やだ、おパパの顔匂いが私の服に染みついてる。え、無理、ちょっと嫌だ。バニラありがとう。団長読みます。別洗いにしたいね。え、お父さんあんまり酒の匂いはしないけど。
えでもやな、やうん、13位部長増田恭平さんありがとうございます。ねえ、なやばいやばい。12位、なんだったっけ、やばい、教えて、すいません、本当に申し訳ない、私漢字が苦手でして。お、え、うん、狼、わかんない。あ、そう、キツネさんの、そうだ忘れてた、すいません本当にすいません、漢字に弱いです。あ、キツネ、やばい、こんなのに時間が来てしまう、やばい、すいません。12位キツネさんありがとうございます。11位とんがりさんありがとうございます。10位、あ行かないで、竹蔵さんありがとうございます。9位よしひろさんありがとうございます。8位りゅうまさんありがとうございます。7位もこしさんありがとうございます。6位じんさんありがとうございます。5位ひろしゃんぽんさんありがとうございます。4位やかねもち先生さんありがとうございます。3位わそぼうさんありがとうございます。2位ももちさんありがとうございます。そして1位めがねさんありがとうございます。とわもありがとうございます。嬉しいです。オッケー、私ちゃんとメモしました、安心してください、もうメモしたので。確かに言われてみれば明日は朝よ、ああ朝もやるかも、朝も配信するかもしれない。大丈夫、ちゃんとメモしました。あじゃ倒れた。じゃあバイバイ、またね、おやすみなさい、ありがとうございました。